なら私もネペギアと一緒に背負うわ。うずめが託す夢を、命を。ネプッチ、お姉ちゃん一緒に背負おう。うずめさんを。いけありがとう、ネプッチ、ギアッチ。次元が崩壊してもおかしくないわ。急ぎましょう。ううん、やっぱりダメだよ。迎えるならみんなでハッピーエンドを迎えなきゃ。ちょっとネプコ、待ちなさい。私も娘さんを置いていけません。キアちゃんもですか？なら一緒に行こう、ネプギア。納得できてないのは小さい私だけじゃないよ。あの巨大なシェアクリスタルを壊してすぐにうずめが消えなかったところを見ると、うずめ自身のシェアがなくなった時が最後。きっとうずめもそれを分かって残ったんだと。じゃなきゃ今の私たちじゃ、あんな大悟に襲われたらひとたまりもないもん。だがいいのか、裏を返せばうずめが生きながらえるということは、あの大軍が超次元に迫ることを意味する。それでも私はうずめさんを救いたいんです。あ、ちょっと待ちなさいよ、ネプギア。ああ、もうなんであの姉妹はいつもこうなのよ。が迫っているのに、正直感情で動くなんて女神失格だわ。でもあの二人のそういうところは嫌いじゃないわ。同感ですわ。ですがいつもフォローをするこちらのこともたまには考えてほしいですわね。私たちはどうするの？ネプネプたちを追うなら早くしないと。ウズッチのことはネプテューヌたちに任せましょう。私たちは私たちにしかできないことをしましょう。でもたった3人なのよ。ウズメを入れても4人じゃ、あんなモンスターの群れを相手にするなんて。私、ネプギアちゃんを追いかける。ネプギアちゃんの力になってあげたい。ラムちゃん、いくらネプギアのためだからって危険だわ。ならばその役目わしに任せてもらおうか。かっこつけたはいいが、なんでこんなにボロボロなんだ。戦ってもキリがねえし、どこに逃げてもモンスターばっか。だがな、まだ死んでやれねえんだわ。
ネプッチたちが無事に超次元にたどり着くまで俺はここにいる。ここにいなきゃいけないんだ。この天皇星ウズメが相手してやるぜ。俺の番だな。見せてやるぜ俺の本気。エネルギー切れだ。なんですと？ちょっと、なんでこんな時にエネルギー切れなわけ？仕方ないだろ。この標本に封じられている時はずっとエネルギー吸われっぱなしなんだからよ。やばい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 ！これじゃミイラ取りがミイラだよ！ならば、このアフィモージャスにシンガリを任せてもらおうか。アフィモージャスさんと、ステマックスさんも、どうしてここに？なに、嫌な予感がしてな。戦艦2号の試運転がてら、様子を見に来たんだ。戦艦2号？2隻もあるんですか？ちょうどキャンペーン期間中で一席から二席目が半額だったんで、ござる。そういえば、この忍者って女の子と話せないくらいシャイなんだったっけ？すっかり忘れてたよ。他の子でもゼロ次元に止めている戦艦で待機しておる。急ぐのだ。
うずめ。かっこつけた手前、恥ずかしいな。かっこ悪くてもいい。うずめが無事なら、俺はそれだけで十分だ。モンスターたちはどうした？みんないただろう？ああ、みんな不思議なことに、脳裏にうずめの声が聞こえたと言っていた。よせよ、出るじゃね。数が多く、ゲートを通るのに時間がかかってね。ちょうどこの戦艦に乗せて、次元の穴から一気に運び出そうかと考えていたところだ。そうか、よかった、みんな無事だった。うずめ。大丈夫でござる。気を失っているだけでござるよ。ステマックスさん、いつの間に帰ってきたんですか？なに、ちょうど今よ。頃合いを見計らったところで、ステマックスの影に隠れて撤回すればモンスターとて気づかぬわ。こやつの影の薄さも使いようだな。おかげで金になりそうな素材がたんまりじゃ。浮かれている場合ではないでござるよ、将軍。すでにモンスターの船が近づいているでござる。ならば舵を取れ、ステマックス。急速浮上、進路は次元の大穴よ。あっ、それで残る問題はモンスターの大群と次元融合をどうするかだね。暗黒橋うずめが消えたから、次元融合でのダーク女神の具現は防いだとして、やっぱ問題はモンスターの大群だよね。それならすでに対策を立てていた。ラステーション、ルーン、リンボックス、4つの国の保有する戦力に加え、勇者による防衛戦を引いています。まったく、少しは感謝しなさいよね。まさか、ラステーションの全戦力を同時に展開させて集結させる日が来ようなんてね。それだけではありません。傭兵組織の OB-OG の皆さんにも協力を要請しました。喜んで協力してくれるそうです。 OB-OG。 ルイももうすぐそっちに着くわ。軍隊だけじゃないよ、ギルドもハンターも全面協力してくれてる。リーンボックスはすでに部隊を展開済みですわ。約100万人のソルジャーも加勢している。まさかこんなところで役に立つとはね。厳密には元ソルジャーであって100万匹のランブタなんだけどね。もちろんオイラの一族もみんな合流済みさ。生まれながらに鍛え抜いたこの体、世界のために使わせてもらおう。一族って他にもいっぱいいるんだ。プラネティオのも準備バッチリだよ。たかがモンスターの大群なんか押し返してみせるよ。ネプコ、感謝しなさいよ。ゲーム業界の全戦力、全部あんたのわがままのために動いてるんだからね。私も、ネズミさんも、チヨコさんも頑張るです。だから、ネプネプも、ウズメさんも、頑張るです。みんな、だから、必ずウズメを救いなさい。いいわね。後方の装甲が破損。将軍、モンスターが乗り込んできたでござる。まだローンも払い終えておらぬこの船に傷をつけるとは。それなら私たちに任せて。戦艦まで出してもらってただ乗りってのも悪いしね。その意気がよし。任せたぞ、ネプチューネよ。油断したね。こうしていきます。
を終わらせるために。私のターン、いざ参る。待ってね、アクロバティックに決めるよ。私のデスリッチ、まだまだ甘いよ。これもデスリラーク、強くなってるよ。揃いも揃ってどうした？この騒がしいのが原因なら手伝うか？さっきまで死にそうだったのに何言ってるのさ。私たちに任せて娘は休んでてよ。あの程度の怪我なんざ適当に唾つけとけ治るっての。それにこの船には避難してきたモンスターたちも乗ってるんだろ。ならなおさらだ。剣技を取ったミア。
とっておきのやつが残ってるぜ。あんなモンスターまで入り込んでいたなんて。なに、病み上がりのウォーミングアップにはもってこいだぜ。次元の旅人ネプテューヌ、私の番です。落ちてまいる。プロセッサユニット装着。ブレイドで歪みを断ち切る。
全部か。よし、あとはこいつらを超次元に。この目で見たんだ。間違いなんかじゃねえ。ちょっとグズメ、どこに行くのさ。待ってってば。